はい、皆さんこんばんは。おうちでバーテンダーシリーズです。今回で32回目になります。ですね、今日作るカクテルなんですけれども、今日はレッドバイキングっていうカクテルに挑戦したいと思うんですけれども、レッドバイキングはまたこれもスタンダードでシンプルなカクテルなんですけれども、もうこれも私がすごく大好きなカクテルなんですよ。でなかなかレッドバイキングで使う材料ってアクアビットっていうジャガイモからできるね、スピリッツなんですけれども、なかなかこう一般ではね、使ったりはしないんですね。ですので今回は家庭にあるものって言ったら変なんですけれども、すぐ手に入るような材料で作ってみようと思うんです。で今回もアレンジをします。アクアビットをジンに変えて、マラスキーのチェリーもマリブに変えて作っていきます。レッドバイキングみたいな味のカクテルを目指して作っていきます。では見てください。では今回使う材料を説明します。まず、今回はアクアビットの代わりにジンを使っていきます。ジン、そしてマリブ、ココナッツなんですけれども、これに少しマリブの香りを入れてライムジュースをしっかり効かすと、ちょっとこうマラスキーノっぽいような感じになるんじゃないかなと思うので、マリブとライムで変えていきます。そして、レッドバイキングには必須必要なライムジュースを使います。そしてこれは変わり種なんですけれども、これ私が作った自家製のライムジャムなんです。なのでこれもちょっと入れて、アクセントにしていこうかなと思います。それでは作っていきます。まずね、これもアレンジですが、スノースタイルにしようと思います。グラスの縁に塩をつけていきます。甘みをね、コクッと引き立たすために塩をつけようと思います。スノースタイルは、お皿にね、塩をこう散らします。そしてグラスの縁、グラスを必ず下に向けて、もう上にしないように下に向けて、こういう感じでグラスの縁にライムの果汁をつけてあげる、しっかりつけてあげてください。でもうグラスを上に向けたりせず、もうこのままこう塩をつけていきます。で、いらない塩をトン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 とこう落としてあげて、はい、スノースタイルが完成です。一旦グラスは置いときます。そして今回はシェーカーを使います。はい、ではジンは 20ml 入れます。はい、入れました。そしてマラスキーのルクサルドのリキュールの代わりマリブを使います。これも、これは 15ml です。はい、入れました。そしてライムジュース、ライムジュースもこれは20強ぐらい入れてください。はい、はい、入りました。そして自家製の、ライムジャムを
ワンティーぐらい入れます。で、ここで混ぜてあげる。もうライムジャムはもう本当に香り付け、甘みを少し足すっていう感じで使ったので、家庭になければもうなくて大丈夫なんですけど、そういう場合は、ライムジュースを少し多めにして、マリブをちょっと多め、ないしはシロップを入れたりっていう感じにするといいかと思います。OK、ではシェイクしていきます。はい、氷を入れていきます。そしてグラスにも氷を入れます。はい、シェイクに入ります。注ぎます。はい、そして最後に香り付けとしてローズマリーを入れます。はい、完成です。レッドバイキングをアレンジしてスピリッツをアクアスピリットからジンに変えて作ってみました。では飲んでみたいと思います。乾杯。いただきます。あー、もうめちゃくちゃ美味しい。ライムの味がなんか塩がついてるからか、ソルティドッグのイメージなのか、グレープフルーツのようななんかこうフルーティーな感じの味に変わって、ちょっとやばいかも、ちょっとレッドバイキング超えたかもっていう美味しさ。意外にね、マリブって個性強いんですけど、結構このライムとしっかり合わすと本当にマラスキーノのような爽やかな感じの甘さになるので、なかなか美味しいと思います。本当に美味しい。グッドです。ぜひ皆さん試してみてください。今日もご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching my channel. See you guys soon.